いやー、今無理に見とれて5秒間息しなしてなくして、いやー今5秒間無理に見とれて息すんの忘れてたやつら、どうもガラつけアキラ。まあ本日はですね、私ガラつけアキラのチャンネルが20万人突破しました。イエーイ。こんなちょっと上こんなんでやっちゃダメなんですけど、まあ、たまにはたまたまということでですね、カラツキアッキーのチャンネルが20万人突破しました。いやまあそんなね、ちょっとふざけて言うのもあれなんでね、まずはチャンネル登録者数20万人ありがとうございます。やべ、プリンやばい、プリンやばい、プリンやばい。じゃーん、銀の盾もね、ちょっと今更ながらちょっと届きました。すごいでしょこれ、カラツキアッキーでね、10万人のね盾です。これはマジで本当にすごいものです。だって鏡に使えるんだよこれ、よくね。ということで本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございます。これはね10万人の時のやつなんですけど、まあなんか20万人ありがとうございます。いやー、まさかね銀の盾がもらえるほどね、ちょっとね嬉しいですね本当に。銀の盾届いた時はね、もうね発狂しました本当に。なんかこれもらえるのもね本当に皆さんのおかげなんでね、感謝しかないですね。だからこれは本当に大切にしたいと思います本当に。でね、皆さん知らないと思うんですけど、じゃん、俺サブチャンネルをね開設いたしました。1年前ぐらいにね実はねサブチャンネル開設してたんですけど、あのみんなね知らないと思うんですよ。だからよかったらサブチャンネルみんな登録してください。ちょっとねサブチャンネルちょっとガチっていこうかなと思ってるんで、サブちゃんちょっとガチるんで、よかったらねサブちゃん登録してください。ということでですね、質問コーナーやっていきたいんですけど、この YouTube のコメント欄で質問募集したいと思いまーす。ってことでね、みんなこの動画にいっぱい質問をやってね。なんで質問コーナーまたやろうかなと思ったかっていうと、あのですね、これ結構マジすごくて、あの前の10万人突破の時の質問コーナーで高評価1万いったらまた質問コーナーやりますって言ったら、なんと 2.1 万高評価、高評価大好き、高評価でご飯100杯食えるっていう感じでね、高評価たくさんいただいたので、今回もねちょっとあの質問コーナー20万人突破ってことでね、またやっていきたいと思います。俺をいじめる質問はやめろよお前ら、森蔵も言ってるんだろこうやってってな感じでね。まあたまにはねこういうねなんかあのまったりしたね動画もたまたま入ってこない。たまにはねこういう質問コーナーもいいかなと思ってやりました。まあ質問たくさん来るだろうね、みんな待ってるからねサブチャンネルもね。ってことでバイバイ。